衣装ケースに虹ビーズを入れ、ケースの端に溜めておきます。新聞紙を敷いた上に黒画用紙を置き、片面全体にスプレーのりを吹きかけます。スプレーした面を上にして、画用紙をケースの端に溜めた虹ビーズに差し込むように入れ、端から引き上げて面全体に虹ビーズをつけます。虹ビーズを付着させた黒画用紙を8枚作ります。8枚の黒画用紙の裏側をセロハンテープで貼り合わせて一つの大きなシートにします。貼り合わせたシートを洋服ハンガー掛けに取り付けます。ライトの位置を決めます。部屋を暗くし、虹シートとライトの直線上から少し離れた位置で虹シートに近づきながら虹を見ます。カメラを通して見るとこのようになります。